はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですよ、来ました、ドフラミンゴぶっ飛ばす、いきましょう。はいね、まあ、本当にジャンプ読んでる方、僕と同じ心境だと思いますけども、もう憎いよドフラミンゴ。あ、ちょっとネタバレはなしだよ、ネタバレなしだよ、ネタジャンプのネタバレなしでお願いします。いやー、ちょっと前ね、まあ見てよ、あのね、僕挑んだ当初はね、石50個ぐらいあったと思うんですよ。もう超無駄にしまくってます。まあね、ちょっとザンパレ濃厚行きたくてね、ちょっとこのパーティーで挑んでたんですけど、ちょっと見せますね、お願いします。ちょっと石使って回復しますけども、ちょっともう何個回復してんだよ、もったいね。はい、でちょっとね、さっきまで4回ぐらいこのパーティーでね、あのまあミホーク、フレンドがミホークで、ミホークパーティーのねザンパレちょっと行ってたんですけど、無理無理だったわ。というのも、あのこのパーティーで棺船が 1.5 倍だったら、マックスだった場合ね、いけるらしいんですよ。でそれはね、ちょっとまだ僕 1.4 倍なので、まあ、1.4 倍でもいけっかなと思って何回かやったんですけど、4回やって4回無理マジかとね。えちょっとだ、あの前昔ここがねモーガンで、ミスターワンのとこがモーガンで行って、まあ無理だったんで、でもミスターワンが手に入ったからいけるぞ、いけるらしいってことでね、それで聞いてやったんですけど、あのまさかの4回中しかも2回ぐらいドフラミンゴまでたどり着けないっていうもう俺が下手くそっていうのもあんだけどね。まあただここが棺船がマックスだったらいけるらしいです、なんとかね。まあ、あの次回までに 1.5 倍になってれば、このパーティーで次回のドフラミンゴリベンジしたいと思います。ただ今回はですね、こちらです、バン。このパーティーですね、以前あのこのブラメンコのとこをアーロンで僕言ってたんですけど、ブラメンコの必殺技が使えるから多分こっちの方が安定するんじゃないかなってことで、ここをブラメンコにしてちょっと動画を撮ります。まあどんな感じになるか分かんないんですけど、まあ多分いけると思う。お願いします。 OK、 はい、アルティメイトです。でフレンドの方はマックスの、両方マックス技です。もうありがたいね、両方マックスってもう神ですね、もう神です。あのフレンドの方はあれフレンドって書いてあるけど、あれ別名神と呼びますそんなによ行きましょう。はい、来ました。とりあえず一旦の人は絶対に倒さないとまずいので、一旦の人は絶対に倒します。私は一旦の人を絶対に倒す人です。一旦の人は絶対倒しましょう。はい、一旦の人は絶対倒す、よし倒せそうだ。 OK、 おーしゃべれ、あーなんかヒヤヒヤする、本当にヒヤヒヤするね。で緑の人は、あ、緑じゃない、青の人はそのままでいいので、ミホークを封じてくれるので、そのまま無視します。私は青の人を無視する人です。はい、無視する人。はい、でこの人がミホークを封じてきてターンを稼げると、はいはいはい、で2ターン稼ぎましょう、しっかり。あー一応怖いのでこの辺で触っとこう。はい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 、何何何何、ずれた、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、で倒しましょう、倒しましょう。ちょっとスロットを変えつつ、変えられたらありがたい。はいはい、さあ2面でございます。いやここも問題だよね、後ろの人がウソップを封じてくるので、後ろの人は無視して、そうこの順で巨人を削る人です。私は巨人を削る人、私は巨人を削る人、私は巨人を削る人です。ちょっとやばい、怖い、ブラメンコ慣れてないよ。私は巨人を削る人です。いい感じだよ、この削られ方はいい感じでございますよ。そんでウソップを封じてきたので、もうこの後ろの人は倒す。で巨人を削り切らないとマジでやばいので、マジでやばいので巨人を削り切ります。こっちの方がいいかな、ちょっと怖いな、大丈夫かな、よしよし怖え、もういつもヒヤヒヤすんねこれ。でこれ2ターンしっかり稼ぎましょう。はい、2ターンしっかり稼ぎます。いや怖いね、やっぱアルティメイトすっげえヒヤヒヤする、もう何回やってもヒヤヒヤ。ちょっとスロット変えたい、よし、さあ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 、で3面でございます。3面が、ああ、なるほど、そういうことね。あ、スロットがいい感じに、スロットじゃねえや、あの何、標準が変わってる、オートでこのパターン珍しくない、結構いきましょうか、ありがたい。とりあえず一旦の人を倒しましょう、一旦の人を倒しましょう。はい、わかりました。誰と会話してんの一人でもうちょっと動画撮って、あー何してんだよ、そっちじゃないよー、オートカーソルのあれですいやー、そっちじゃないよ、一旦稼げたのに今。まあちょっとそういうこともあるね、皆さん気をつけてください、オートカーソルを信頼しすぎるとこういうことが起きます最初漁師とか言ってたらマジかよ、まあしょうがない、うん、しょうがないね、うん、なのではい、スロットを返す、スロットを返す、はい OK、
いやーもったいないな、もう一旦稼げたら今ね。おスロットがありがたい。はいはい、 OK です。あー今もったいなかったな。まあでもなんとかなるか、ギリギリなんとかなるかな、なんとかなるかもしれない。 OK、 はい OKOK、 さあ4面です。さあ4面で、タツノおじいちゃんを倒す。で後ろの紫の人は残す。はい、ちょっと怖い、お願いします。ちょっと怖いな、いきます。はい、相手しっかり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 、オッケーいける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 。もうヒヤヒヤするよ、ミオクたまんないね、ギリギリたまんない。やっぱさっきの一旦でかかったな、まあしょうがないね。はい、でスロットを変えつつ、スロットを変えつつ、あミオクギリギリたまるか、あよかったよかった、ギリギリたまった、ギリギリたまりました。よし、さあ来た、もうぶっ飛ばす、うわーぶっ飛ばす、もう本当に俺はもうっぶっ飛ばすぞ、もう本当に。いやー来た来た、ついに来ましたね。はいはいはい、ふうふうふう、笑ってろ、お前はぶっ飛ばしてやるよ俺は。はい、あスキップできるの、忘れてた、喋るの全然スキップできない。オーバーリートドン、うわーで半分にされると、さあ行きましょう、ドバラミンゴぶっ飛ばします。さあで上に標準合わせとかないと怖いので、上に標準合わせさせていただいて、ミホークさんを使わさせていただいて、ミホークさん使わせて喋れてない、興奮して喋れてないですね。でちょっと暴走チョッパー使っちゃおうか、もう早めに上をあれします。ちょっとフレンドの方本当に神、ありがとうございます、本当に神ですね、これはだいぶありがたいですよ。お願いします、暴走してください、お願い、スーパー暴走して、スーパー暴走、神の暴走、あま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 あ暴走です。そんなんいいわ、行きましょうか。ちょっと順番がそうですね、はい分かりました、行きます。早い早いよ、よしよしよし、でああなるほど、ちょっと暴走チョッパーの時にブラメンコは使った方がいいから今はいい。でジョズさんを使わないとやばいね、ジョズさんを使います。はい、ブリリアントパンク、あー緊張するよ緊張するよ緊張するよ、はい、そんでからあとは普通に攻撃だね、ちょっとこのターンは普通に攻撃します。ちょっとスロットもったいないけども、まあしょうがない、ちょっとブラメンコむずいな、ちょっとブラメンコがむずめのブラメンコ、むずめのブラメンコですね。あーここは普通に攻撃しちゃっていいね、普通に攻撃しちゃっていいね、うんお願いします。やべ怖い、やべちょっとやばい、スーパーチキってます、さっきからスーパーチキってます、やばいです、スーパーチキってますね。でここでウソップさんが使えるのでウソップさんを使います。はいお願いします、オールネバード、はい、わーちょっと待って、スロット微妙ですな、あ微妙じゃない、今使ったら暴走チョッパーも変わんのか、わやっぱブラメンコ使えるな、技と速を変えれるので今使います、うんお願いします。はい、いいね、暴走チョッパー2人とも変えれるって結構でかくない？いやでかいねこれは。ブラメンコさん本当にやりたい、気持ち悪いけどそのあれそれどこで売ってんだよ、なんかそのつなぎさ行きましょうか、行きます、はい緊張します、ちょっと今のミスはあれかな、ちょっと3ターン倒しきれるかな、わかんねえな、行きましょうか、ちょっと削れない、スロット来い、来ない、きついかもしれない、スロット来て、スロット来ないとダメだ、スロット来ないとダメ、来ないかー、というわけで多分負けましたこれは、いやーもったいないな、まあでも多分ブラメンコのレベルがもうちょっと高ければもうちょっと安定したのかな、そしてブラメンコに僕は慣れていてもっとパーフェクト取れていればもっといけたかもしれない、うわーマジか悔しい、チクショーワンポイシャタウン、まあスロットもあるね、スロットもうちょっと落ち着けばもっといけたかもしれないです。
ちょっとまあ回復するんだっけこの人。一応コンティニューしよっか、もったいないけど。はい、コンティニューします。はい、は負けねえ。はい、コンティニューさせていただいて、で暴走チョッパーが暴走するので暴走でお願いします。これで一撃で倒したら受けるよねうわ、だから暴走チョッパーのスキルがもうちょっと俺の方も高ければもっと安定するんだろうね。もう本当に悔しい。いきます。はい、ちょっとワンコンしちゃったけど、もったいないね今のワンコンね。まあそんなわけで、ブラメンコだとこんな感じって動画でございました。はい、いやー負けちゃったな、くそー、マジか。まあもういいでしょ。ちょっとね今日ね実はね12時からやってもうね2時っすいろんなパーティーでやってたらね、もう2時間ドラミングと格闘してやっとワンコンっていうダメダメだな。はい、そんな感じでございました。まあ一応ね、前回濃厚した動画も上がってますので、この動画の概要に貼っておくので、ぜひそっちを見てみてください。ちょっともう疲れちゃった。もうね、2時間ずっと喋り続けると結構疲れる。はい、そんな感じでございました。今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またいろんな動画上げていくので、また見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう。バイバーイ。はい、で僕ですね LINE の公式アカウントができましたはい、というわけで一応 ID 載せておくので、ぜひぜひ友達登録をお願いします。はい、それじゃあバイバーイ、明日も頑張ろう、バイバーイ。